はい、ちゃんと取れているんでしょうかね。ですね、高校時代の話の続きですね。まあそのゆずを聞かなくなって、まあ言うなればなんか好きな女の子とかもいなくなってっていうことですよね。やっぱ恋愛の曲とか多いから、ゆずの失恋とか。まあ、今聞くとユズもね、ちょっとそういう悲しい曲とかたくさんあったりするんですけど、し当時もなんか別に明るい曲ばかりじゃないからいいみたいなことを言ってた気がするな、ユズも。でも全然その自分の中のルーツとして、まあ後で言いますけど、そういう J-POP とかユズみたいなものは断ち切ってしまうんですけど、でもなんかあの岩沢のユズのあの張り上げる声っていうか、こう割と今で言うところのエモ声みたいなのがあるじゃないですか。わかんないな、多分伝わんない。あれ結構影響、歌うとき影響を受けてるのかなとは思いますけどね。まあそうやってこうガーネットクローのちょっと耽美的なというか大敗的なというか暗いところになんかこう惹かれていって、まあ歌詞とかもすごく、まあ歌詞もね、なんか失恋の曲みたいなの多いんですけど、なんかこう一節にすごく光る一節みたいなのがあって、なんかそういうところがすげえ好きでしたね。なんか、とわに眠れっていう曲とかがインディーズ時代の、ね、アルバムに入ってて、とわに眠れってとか、なんかまあ歌詞は結構すごいんですよね。あずきななさんっていう曲じゃん、作詞家、ビームの作詞家の人がまあメンバーでシンセ弾いてて、その人が書いてて、ちょっとスピってるんですよスピリチュアルな。でまあガーネットクローもでもね4枚目ぐらいまでで、で倉木前も4枚目ぐらいまでなんですよね。でその後あのベストを出すんですよ、あのどっちも。でその後からあんま聞かなくなっちゃうんですけど、でそうガーネットクローもガーネットクローのそのなんだろうな、女性的な女性のドロッとした部分みたいなもないわけじゃないんですけど、あんま俺そういう人が、そういう歌の世界観みたいな苦手、今に至るまで苦手で、まあ、だから椎名林檎とかもあんまりなんですよね。なんか、で、そう。で、でもガーネットクローにもそういうの、時折あったんだけど、どっちかっていうと今で言うなんだろう、ギターポップ的なサウンドというかポップなサウンドが好きの曲の方が好きで、そうあのなんか後でこれも後から知ったんですけど、ガーネットクローはあのファーストアルバムくらいまでは多分そのネオアコを意識してて、ネオアコっていうか多分エブリシングバットザガールっていうあの海外にあの80年代ぐらいのあのネオアコに、ネオアコっていうジャンルにくくられる人たちがいるじゃないですか。で、エブリシング・バット・ザ・ガールをめちゃ意識してたっていう。で、ファーストアルバムの、これあんまり言及してる人がいないんですけど、ファーストアルバムのジャケもあのめっちゃパロディーなんですよね、エブリシング・バット・ザ・ガールの。ってことを、そう、結構後に知るわけですよ。洋楽と聞き始めて、まあ、言うなればつい最近知るわけですけど。で、エブリシング・バット・ザ・ガール聞いてたら、めっちゃあの、ガーネット・クローのファーストアルバムの1曲目の、あの水のない晴れた海へって曲、もうまんまみたいな曲がこれまんまパクっとるやんけみたいなのあったりして、そうまあどっちかというとネオアコっていういわゆるアズテックカメラとか、あとまあそういうギターポップ的なものじゃなくて、あのちょっとエブリシングバッドザガールって AOR 的な感じになっていくじゃないですか。ちょっともう完成された大人のポップスみたいになっていく、そっちなんでしょうね多分ガーネットクローがその目指してたものっていうのはとは思うんですけど、まあまあちょっと話がずれましたけど、ポップなものが好きで、なんか爽やかなもんだったり淡々とした曲の中になんかこう悲しみがあるみたいな歌詞みたいなのが好きだったんですけど、でガーネットクローはそのベストを出した後の5枚目のアルバムがなんかちょっとラテン系の曲とか、ちょっとそういうあとちょっと女性的なドロッとした感じのなんかアルバムだったんですよね。でそれがちょっともうその時にはもう大学生だった気がするけど、まあちょっと話が先に行っちゃいましたけど、その大学生の時はまあこうロキノンギターロックみたいなのを好きになっ
ていくわけですけど、そこのサウンド、そっちのサウンドにこう惹かれていくから、で J-POP 的なサウンドがちょっと全然ダメになっていくっていうのもそういう時期でもあって、そことそのガントクローのちょっとその女性的ドロッとした世界観がこう多めのアルバムだったから、あとなんかねドラムの音とか全然気に入らなくて、ドラムの音とか気にしだすわけじゃないですか、そのバンドものを聞いて、まあ大学生なんですけど、それはなんかそれで、そっからねガントクロー、まあガントクロー聞かなくなってくんですけど、でもまあその、うん、まあそれは後で、まあ、でまあビーイングを好きになって、当時ですね、そのすごい、あの皆さんってこれ聞いてる人、ビーイングっていうとあのワンズとか、まあビーズとかザードとか T ボランとかもそうなのかな、最初の方のディーンと か, だからそういうものを思い浮かべる人もいると思うんですけど、その後の僕はそのまあ言うなればあのコナンの名探偵コナン の, あの主題歌をいっぱい集めたアルバムがあって、当時あれめっちゃ名盤だと思うんですけどあれですよ、あれを借りてたし、あれに入ってるような人たち、まあ倉木麻衣、ガーネット・クロウ、序列的にはね、売れてた順はね、あれなの、倉木麻衣、相内里奈、ガーネット・クロウ、三枝由佳、インデシベルなんですよで三枝由佳、インデシベルは後から知るけど、そのインデシベルっていうバンド、まあデシベルっていうバンドの中の三枝由佳っていう、なんかそういうバックバンドがまあいたっていう設定で、まあ、設定というかいるんですけど、そのバックバンドはあのニューシネマトカゲっていうビーイングで売れなかったあのバンドの人、ギター、まあ、バンド残党がやってるんですよ。でそこ岩井雄一郎っていうギターなんですけど、この人は結構ビーイングのいろんなバックバンドでギターを弾きまくってて、この人どうやらこの人があのガーネット・クロウのあの小豆奈々さんっていうさっきの作詞兼キーボードの人と結婚したらしいという、ね、情報です。まあどうでもいいですねどうでもいいんですけど、そのまあそういう人たちとか、まあ、三枝優花じゃない雫さゆみって R&B シンガーの人とかをちょっと聞いたりとか、いやいっぱいこの辺はまだね有名な人たちでもういっぱい行ったんですよ。あので夜中ね、なんかねそういうビーイング系のビーイングの息のかかったあの深夜番組やってて、そのちょっとそういうシンガーを紹介するみたいなのがあって、あの竹井詩織さんとかね、あとね名前覚えてないんだけどね、多分その矢井田ひとみとかが流行ったから、そのアコースティックで弾き語り、アコースティック系のでの女性シンガーソングライターみたいな人もいて、高岡なんとかっていう人だったんだよ。結構いい。でもで君のそばでっていうデビュー曲だったんだけど、YouTube で検索してもないっていう、ね。もう本当にやばいっていう。本当にもう歴史に残ってなさすぎるっていう。まああとそう ルーマニアモンテビデオとかなんですけど、結構いたんだよな。忘れちゃった。あのラテンの音楽性の人とか。いた、何だったっけ、うわ忘れちゃった、うん、まあ結構その辺調べると、あの菅崎あかねとかね、あ菅崎あかねあんま聞いてなかったけど、あと何だっけ、何だったかな、なんとか、うわ忘れちゃった、ちょっとダンス系の人とか忘れちゃった、早もっと何だったか、うん、なんかそういうのを、そういう人たちってそんな人気ないから、近所の蔦屋にシングルはあるけどアルバムはないみたいなことになってて、そうそう、で竹井詩織さんとかはね、なんかすげえ、まあ綺麗めな、今見ても美人な人で、でみんなその辺調べるともう音楽やってないんですよね、なんか会社員になったとか音楽やめてあとはよくわかんないみたいな、ウィキペディアで調べるとすごい悲惨なことになってて、悲惨じゃないか、まあそれぞれの人生があるからね。しずくさゆみさんはね、実力派 R&B シンガーだから今でも多分やってます。うん、まあでも、倉木麻衣も4枚目まではすげえ聴いてたな。うん、今聴くと、ファーストアルバム、今でもそう倉木麻衣聴き直すんですけど、逆に面白がって聴き直すんですけど、
ファーストアルバムだけがやっぱちゃんと本格的な当時の R&B、 多分当時の R&B とかを意識した音作りになってて、セカンドからは完全に J、 まあそういう曲もあるけど J-POP 的なね、バラエティに富んだ J-POP になってくんですけど、まあいいや、そうそう、そういう感じで、まあ黒木舞とかは別に明るいけど、まあ声がすごくなんか繊細でいいなみたいな感じで、女性シンガーばっかり聴いてたような気がします。でもまあ基本的にガーネットクローとかがすごい暗いので好きで、でなんかこうカラオケ、まあ歌うことは好きだったから、陰キャだけでカラオケとかに行くんですけど、なんかその歌う曲はなくなってくるんですよね、そのキーが高いから、女性アーティスト。それで男性アーティストの、まあ男性ボーカルの曲を聞かない、借りたい、借りない、借りて聞かないとなとかもう思ってて、まあスピッツとか借りるかと思ってて、まあなんかラとやっぱでランキング番組とかを夜中見出すんですけど、やっぱり音楽好きだから、カウントダウン、ん？ジャパンカウントダウンか、ジャパンカウントダウンと、カウントダウンジャパン、カウントダウン CD か。ジャパンカウントダウンっていうのが、ロキノン系、いわゆるその、タワーレコード集計とかをやる番組で、どっちかってビーニングとかがこう、強めなのが、カウントダウン、カウントダウン TV か、カウントダウン CD じゃないね、カウントダウン TV で、曲は違うんだけど、で若干時間がかぶっていて、そう、でもそれどっちも見るみたいな。そう、英語、うちの学校はその英語の授業は予習していかないとダメだったんで、英語だけ予習しなきゃいけなかったんですけど、英語とその古典、国語の古典だけは予習しなきゃいけなかったんですけど、その予習の勉強、英語苦手だからもう嫌だなと思いながら、結局夜中までかかって、そう、まあそのカウントダウン TV みたいなの見ながらやるみたいな感じで、そういうの見てて、まあだからラルクのね、ニューワールドって曲とか、ああちょっといいかもと思って借りたりするけど、まあそんなラルク自体にはまらずとか、ミスチルの手のひらかっこいいなと思って借りるけど、まあそんなはまらずみたいな。なんかその当時まだシングル文化がギリギリ残ってて、CD、シングル CD を借りるのは100円、アルバムを借りるのは300円で、まあ当時はまあもちろん今以上にお金もないから、そのなんかアルバム聴くのもなーみたいなところがあって、そのシングルでまず気になった人を借りて、本当にハマったらアルバムをさらに借りるっていうような感じで、そうで、未だに、あ、そうで、MD、まだ MD の時代だったけど、俺は MD 持ってなかったから、そのテープで録音してて。で、そんな中、まあ、やっぱりその、ツタやゲオに行き出すし、その、カウント、あ、その、ランキング番組も見出すから、いろいろと、お、ちょっといいなと思った人たちを借りてって、で、伏線ったらあれですけど、ロックにはまる伏線として、その、なんかラブサイケデリコのなんかアーリーベストみたいなのが出たんですよ。で、なんか、マイソングって、Oh, sing it to me, Oh, sing it to me っていう曲があって、なんか CM かなんかで聞いてたんだと思うんですよね、なんとなく。あ、これこの人たち、ラブサイケデリコっていうのかと思って。だけどなんか、半分くらい英語っていうか、なんか、英語と日本語がちゃんぽんみたいな感じの作風じゃないですか、あの人たち。なんかすげえかっけえんだけど、なんかやっぱ当時やっぱり歌詞の意味をめちゃくちゃ気にする人間で、まあガーネットクローもやっぱ歌詞に惹かれてたみたいなことがあったから、なんか言ってる意味がわかんないやつ、嫌だなとか思ってたんだけど、でもなんか雰囲気かっこいいからって言って、そのアーリーベスト書いて、あと、まあ俺ブリーチって、まあ、漫画あるじゃないですか。最初の方ブリーチ読んでて、まあアニメもそんな見てなかったんだけど、ブリーチのなんかたまにアニメとかを見てたら、その最後の方で、最後の方、あ、エンディング、うん、エンディングでリエフっていうシンガーソングライターの「ライ、なんだ、ライフイズライクアボート」だったかなって曲があって、まあそのすごく良くて、でその人はリエフめっちゃいいなと思って、でアルバム出て借りたりして、この人も、まあ、この人は今考えると、そのすげえカーペンターズにめちゃくちゃ影響を受けてる感じの作風なんですけど、で帰国子女だから、なんだろうな、1番英語で2番日本語みたいな感じなんですよね。ですげえなんか
だから意味わかんないんだけどね、もうメロディーとかがサウンドがすごく良くてスッと入ってくるみたいな。まあ実際歌詞もめちゃくちゃいいっていう曲もあって、そうディケイディクレイっていうのかわかんないけど、そういう曲があって、そのすごく、うん、ファーストアルバム、その多分ファーストアルバムでしか書けないちょっと青臭い歌詞ですごい良かったんだよな。でそういうのが多分伏線としてあったんだと思うんですよね。その洋楽とか英語詞の曲もこう入る、好きになるっていうの、それまではやっぱりその日本語じゃないとダメというか、あの洋楽やっぱりその聴いてる友達がいなかったわけではなくて、中学校の時にやっぱバックストリートボーイズとか好きな友達いたけど、そうまあ、タトゥーとか周りにはいなかったけど、タトゥーがドーンと出てきた時とかなんとなく覚えてるし、そうエアロスミスの友達がなんかエアロスミスのそのなんだっけ、あのアイドワーのミサシングとかいいとか言ってる人もいたし、でもなんか大真面目に洋楽聴いてる人って英語わかるのかなとかマジで思ってたし、っていう、まあそういうのが伏線みたいなのとして後々生きてくるんですけど、そのラブサイケデリコとリエフ、今考えるとそうラブサイケデリコもすげえロックバンドというかロックンロール的なサウンドだから、今考えるとなるほどなっていうのあるんですけど、まあで、まあ、中学校ぐらいの時にそう、まあやっぱそういう J-POP の話をする友達とかもまあもちろんいて、でなんかアジアンカンフージェネレーションっていう長い名前のバンドがいるっていうのは聞いてて、なんかその友達ね、あそう今思うとアシットマンが M ステン出るんだよとか言ってて、まあ僕はあんま好きじゃないけどとか言ってたんだけど、ふーんみたいな、知らんなみたいな俺はね当時思ってて、でまあさアジカンの君という花、アジアンカンフージェネレーションって長いバンド名前の君という花っていうのがチャートに上がってたのは記憶してて、なんかでそうガーネットクローに君という光っていう曲があるんですよ、バラードの。でそれと似てんな名前って思ってたんですよね。でそうこうしてるうちに、まあ多分その後アジカンは多分君つなぎ 5M ってアルバムを出すんですけど、それは完全に僕は存在は知らず当時スルーしてて、でその後多分その後にサイレンって曲が出るんですけど、サイレンがチャート2位かなんかになって、うわこのバンド、このバンド名長いバンド売れてんだと思って、あでもこれは男性ボーカル、うん男性ボーカル探してたからいいかもと思ってサイレンの CD を借りるんですよ。あれこれは高校2年生の時です、ね、で当時聞いた感想はその感想はって感想、うんまあそう感想が長えなって、イントロとか感想が長えなみたいな、歌ってるとこちょっとしかねえみたいな感じで、な多分これそれがかっこいいんだろうけど俺には分からんみたいな感じででした。でああこれわーと思ってスピッツとか借りればかかった、おとなしくと思って、スピッツはなんか当時はそんなに通ってないけど、まあ絶対間違いないじゃないですか、まあ、チェリーとかロビンソンぐらいは知ってたし、わーと思って、そうまあスピッツもだからそんな通ってない、いや後からめ聞くんだけど、そうなんかリアルタイムでそんなにめちゃくちゃ好きだったってわけじゃなくて、まあ J-POP として捉えてましたよねスピッツは、うん、まあそれはそうとして、そのアジカンのサイレンの印象はそんな感じで、でアジカンのサイレンって2曲入ってるんですよね、シングルに。サイレン、まあ言うなれば、まあ、みんなどう呼んでるか分からんけど、まあ、サイレン A とサイレン B っていう、まあ、知ってる人は知ってると思うんですけど、まあ、B、まあ、同じサイレンなんだけど、サイレン2曲入ってて歌ってるところと歌ってる歌詞が違うっていう、まあ一般的なサイレンが A 面で、まあ、B 面のサイレン、まあ、サイレン B とここでは仮に呼びますけど、サイレン B っていうのがあって、でそうそうそう、なんだろうな、そうまあそうちょっと説明しにくいけど、知らない人には歌ってる場所と、場所ってそうなんだろうな、サイレン AA とかシングルの A 面のサイレンは、サイレンのイントロ部分みたいなところではもうすでに B ではもうそこで歌ってて、しかも歌詞もメロディも違うみたいな、こうそういうなんだろう、2つのサイレンみたいなのがあるんですけど、その B の方がまだいいかな、好き、 B の方がいいじゃんと思ってた、
B の方が暗いから歌詞がっていう、うん、B の方がよくねこれって思ってましたね。でもまあやっぱアジアンカンフージェネレーションっていうのはなんかなんとなくこう名前も長いし印象に残って、その後その、まあ、順番正確な順番は覚えてないけど、ループ&ループとか、君の街までとか出すんです。そういうシングルをヒットシングルを切り始めてアジカンは、まあ、でリライトが鋼の錬金術師のオープニングになって、まあ、鋼の錬金術師はアニメまあぶっちゃけそんな見てなかったけど、まあ、たまに見るぐらいだったけど、まあもうみんな漫画読んでたし、友達の家にも、まあ、中学校の時に友達の家に、でもこれ中学校なんだよな、まあ中学生の時にの友達の家になんか普通にあったし漫画、まあ、俺も後で全巻揃えることになるし、まあ普通に好きだったから、そう高校、うん、でも高2ぐらいかな、リライト、まあリライトはかっけえなっていう、問答無用でかっこいいなみたいになって、でとうとうそのでもなんかループ&ループとなんかそのカウントダウン TV とか見てるから、ループ&ループとかが君の街までとかフューチャーされるんだけど、なんかいまいちわかんねえなみたいな。なんかサビでも当時のアジカン、当時のですよアジカンの印象はやっぱちょっとサビであんまり盛り上がらないなこのバンドっていう、やっぱり J-POP で育ってきてる、じゃあ育ってきてるじゃないですか、 J-POP を通らなかったとはいえども、クラキマイとかで育ってきてるから、ユズとかでなんかサビでガーンと来ないみたいなのがなんかなーっていう、これがすごく奥田民生の印象と被ってて、奥田民生もなんか M ステで前、その昔というかその頃なのかな、なんというって曲を M ステで披露したんですのを見たことがあって、なんか今なんというって曲を聞くとすごいんですけど、めちゃくちゃやばいかっけーみたいなんですけど、なんかこうアウトロでじわじわ盛り上がるみたいな、でサビはなんか、うん、サビそんなにぬるっと入るみたいなのが当時俺にはよく分からなくて、奥田民生なんかイージューライダーとかすごいいい曲なのになんか分かんないなみたいな思ってたんですよね、なんとなく。でアジカンのそのループ&ループとか君の街までもなんか最初そういう印象だったんですけど、でなんか確かその時のインタビューとかでジャパンカウントダウンのインタビューでも、こんなにポップなバンドなかなか今時ねえだろみたいなこと言ってて、確かそれも全然よくわかんねえっていう感じでだったんですけど、でとうとうそのサイレンじゃねえ、ソルファー、そういう、まあ、リライトとかそういう今の切っていたシングルが全部入ったそのアルバムがソルファーってアルバムが出て、これはチャート1位を確か取るはずなんですよね。で高校2年生かな、3年生かな、なんか、うん、で近所のゲオ の, そのレンタルランキングでも1位になってて、うわとうとうこのバンドやっぱめっちゃ売れてんだと思って、買わりよっつって借りて、でそうするとなんかアルバムで聞くと全部なんかスッと入ってきて、あとそのマイワールドって曲とか、まあその夜の向こうって曲とか、そのまあアルバム曲がやっぱりそのぬるっとしてるんですよね、当時の印象ですとでは。だけどなんか不思議な曲だなみたいな、真夜中と真昼の夢とか、まあこれはめっちゃ好きなんだけど、もう最初からすげえ好きだったけど、なんか不思議なんだけどそれがすげえいいみたいな、で歌詞はすごく抽象的だけどすげえ歌詞がこんな歌詞で売れてるんだって思いましたね。なんかこれちょっと音楽とずれるんですけど、ちょっとまあ黒歴史的なところで、なんかやっぱりその携帯を持ち出して、あの高校、まあ、中学高校ぐらいでアイモードとかそう魔法のアイランドとかが全盛期だったんですよ、分かる人には分かるこれはなんだけど、今のスマホじゃないからめちゃくちゃお金がかかるやつね、そのもうアイモードっつって、そのいわゆる携帯でネットを見るとむちゃくちゃお金がかかる時代で、かといってその使い放題みたいなのもみんな入ってない時代、使い放題はさらにめちゃくちゃ高いからっていう、ですぐ3000円とか5000円とかいっちゃうっていう、あの普通にっていう時代だけど、ちょいちょいちょっとずつちょっとずつネットとかを見て、俺はあのハンターハンターとか好きだったから、ハンターハンターのファンサイトとかを見てたわけで、でそんな中でやっぱなんかこうまあポエムというか歌詞とか、まあいわゆる中二病的になって、まあポエム的なね、中二じゃなくて、まあ、高校1年生2年生ぐらいだけど、ポエムみたいなの書き出してネットに投稿するみたいな、でその流れで短歌、まあいわゆるポエムの詩のまあ短いバージョン、五七五七七でなる制限があるからいいみたいな感じで、そういうフリーな
こうちょっとフリーダムな路線の短歌を書き出すんですよ、僕は。でネットとかに投稿したりしてて、そのネットでこう誰がいい、このテーマに沿って誰が一番いいか、管理人が決めますみたいなサイトがあって、その詩でも俳句でもいいからこの言葉を絶対入れてあのくださいと、なんかその投稿してくださいと、でそれで管理人が一番グッときたのを決めますみたいなやつで、それで俺もなんかグッときた賞みたいなのを取ったことがあって、まあ、そうやってその短歌とかを書いてたんですよ。で、あ、ちょっとこの辺で聞いたけど、まあいいか。なんでその短歌を、なんで短歌なのかっていうの、一つ実はあの自分の高校の先輩に、俺は全く重なってないんだ、あのなんていうの、世代がかぶってないんだけど、加藤千恵さんっていう、あのもう高校生で短歌を書いてそのプロになった人がいて、まあ、これ言うと高校がバレちゃうんだけど、うん、ちなみにその加藤千恵さんが今あんま短歌書いてないと思うんだけど、まあ小説家というか、この人が今ベースボールベアの、あの小出と話してる動画とかあって、うわーみたいな、結構仲いいのかな、分かんないけど、そうそう、若林とかと仲いいんだよ、あのオードリーの、すごいよ。でまあ、加藤千恵、しかも大学に入った時に加藤千恵さんの世代、加藤千恵さんと同級生で普通に仲いい先輩と、まあ、今でもちょっと仲いい、俺、まあ、その人に呼ばれてちょっと酒飲んだりしたことあるんで、まあ、だから加藤千恵さんとは全く面識はないけど、え、あの加藤千恵さんと仲いいんすかみたいな、いや普通に千恵はさ、見たこと言って、その先輩がね、大学の、マジみたいな、まあ、ほとんど加藤千恵さんのファーストとセカンドぐらいしかもう読んでないんだけど、全然その、まあ、なんとは間接的な影響みたいなのがあったんだと思います。まあ、授業でね、国語の授業とかでやっぱり使われるんですよ。やっぱそのデビューした人なんかいないから、しかも短歌で。っていうのがあって、そういうのも、多分なんとなくあって短歌を書いてたりして、今はもう短歌作れって言われても全く作れません。で、なんだっけ、でもまあ、でも短歌というか、まあ、ポエムを書いてたというのがあって、ポエム、すげえ抽象的なポエムを書いてたんだけど、なんか、アジカン、なんか地形なみたいな、すげえおこがましいんだけど、なんか俺がやりたいことと地形なみたいな歌詞が、でこれがチャート1位とか取るのかすげえなみたいな、みんなこの意味がわかるんだろうかっていう、そのなんか思ってましたね。ちょっとこう一回切りますか。